奏、大丈夫？うん。でも今、何かがぶつかって。ああ、こっちこそごめんね。周りを見てなくて。どうしたんだろう。なんだか泣きそうな顔してるけど。大丈夫？もしかして今ぶつかったせいでどこか怪我してたり。え、どうしたの？黙っちゃった。でも、このまま放っておくのも。とりあえず、あっちのベンチに座って休むとか。うん。その方が落ち着けるかも。どうかな。そっか。それじゃあ、行こうか。うん、大丈夫。でも、どうしたの？もしかして、迷子になったとか？悔しい。そうだったんだ。あんな風にか。その気持ちはなんとなくわかるな。私もお父さんみたいにって思ってたから。何か、この子のためにできることがあればいいんだけど。でも、私もトランペットは吹けないし、どうすれば。そういえば、管楽器のブースで楽器体験コーナーがあったね。あそこなら、綺麗な吹き方のコツを教えてもらえるかも。あ、そっか。ブースに先生みたいな人がいたもんね。今は時間ある？もしかしてそろそろ帰らないとダメかな？そっか。じゃあ、行ってみない？その体験ブース。確かに、そうかもしれない。でも、今はできなくても、続けたらいつかはできるようになるかもしれないよ。だから、嫌じゃなかったらだけど、挑戦してみてもいいんじゃないかな。うん。一人じゃ不安だったら、私たちもついていくよ。うん、それじゃあ行こうか。